どうも、セラです。ということでですね、絶賛風邪をひいたのか、なんか体調が良くなくて、原因不明のダウンをしておりました。で、ね、今ちょうどお昼過ぎに、目覚めてですね、あ、動画撮ろうみたいな感じで、収録しているわけでありますが、本日も元気よく、収録をしていきたいなというふうに思っております。でね、まあ最近結構いろんなところで、まあツイッターとかでも言ってるんですけど、まあイメージが大事よねっていう話を毎日してるんですよ。で、イメージは大事だねというのは、どういうことなのかっていうと、例えば僕たちって何かを連想したりとか、何かイメージするときに、マイナスなことをイメージすることが多いと思うんですよね。例えば何かに挑戦するときに、いやでもこれやってもなみたいな、これやってもうまくいかないだろうしなとか、なんか人に話しかけるときも、でもこれでスルーされたりしたら嫌だなとか、反応薄かったら嫌だなとか、僕よくそれ考えちゃうんですけどね。うん、そんなことだったりだとか、他にも、どうせこれやってもな、できないよな、みたいな。なんかそういう風な、なんかマイナスなイメージってすごく やってしまうなっていう風に思うんですよね。でもこれって脳科学的にはめちゃくちゃ NG で、なぜかというと、僕たちの脳っていうのはですね、そういったマイナスなイメージっていうものを、どんどん刻み込んでいってるんですよね。扁桃核っていう部分があって、そこにイメージっていうのをどんどんね、こう、刻み込んでいってるわけですよ。だから、そのイメージ通りに現実が動いていってしまうわけなんですね。人間っていうのはそうやって自分のイメージを先に作って、そのイメージを実現するために動き出すんですよ。だから、その扁桃核っていう部分にマイナスなイメージがたくさん積み上がっていくと、何かに対してすぐに嫌だっていう反応をしちゃうんですね。だから頑張れなくなっちゃうんですよ。勉強って昔からあんまりやる気にならなかったじゃないですか。なぜなのかっていうと、勉強っていうのはやりなさいって言われて、いやいややるものっていう風に扁桃核に刻み込んでしまっているからなんですよ。逆に勉強めちゃめちゃ楽しくて毎日でもやり続けちゃうっていう人は勉強の楽しさを知ってるのなんですね。だから同じ勉強に対しても楽しいか楽しくないかのラベリングが違うということなんですよ。だから勉強は好きな人と嫌いな人がいるわけです。でこのようにですね、僕たちの脳っていうのはそれを楽しいと思っているのか嫌だと思っているのかで全くパフォーマンスが変わってきます。で楽しいと思っている人を俗に天才だとみんな言うわけなんですけども、これは天才でも何でもなくて、シンプルに扁桃核にいいイメージを保ち続けられる人だということなんですね。でこれは実際自分の意識でどうにでもなることだっていうふうなことが分かっていて、僕らは常にプラスなイメージをしたりだとか、プラスな再定義をしていったりだとか、でもの後を変えるって前に話したと思うんですけど、マイナスな表現とか感情が出てしまっても、その後にプラスな表現っていうものを自分の頭の中でイメージするだけで、変わってくるねということなんですね。で僕がよく最近やっているのが、とにかく紙に書くことです。本当にね、もうずっとメモをするっていうことはね、言い続けてると思うんですけど、そのメモの中に自分が将来どうなるであったりとか、自分が楽しかった理由であったりとか、そういったものを明確化するようにしてるんですね。でそうやって、こうやったら楽しめるよね、こうやったら正常につながるよねっていうプラスなところをどんどん書き出していって、それをイメージするだけで人間の脳って変わっていくわけなんですよね。だから僕、今となってはこうやって YouTube をね、まあまあの人たちにね、見てもらってるわけじゃないですか。2万人を超えてね、今2万5千人とかかな、チャンネル登録者の方がいてくれて、でその方が毎日ね、見てくれてるというわけなので、だから僕もね、こうやってまあ、ちょっと体調不良でも収録しておこうみたいな感じに思えるぐらい僕も頑張れてるわけですよね。でもなぜそんなに頑張れたのかっていうことなんですけど、僕、初めの1年って、これ他の動画でも話してるんですけど、今日の夜の動画かなでも話したんだけど、1年間で100人しか伸びなかったんですよね。うん。1年で100人しか伸びなかったから、周りの人たち、まあ僕周りにも、たくさんね、数万人の YouTuber の人とかっているんですけど、そういう人たちから、1年間全く伸びなくて、100人しか伸びなくて、続けられるのはすごいっていうふうに言ってもらってるんですよね。で実際僕100人しか伸びなかったけど、ほぼほぼ毎日投稿してたんですよね、その時期から。でも、なかなか伸びなかった。じゃあなんでそれ続けられたのかっていうと、結局のこのいいイメージの部分を大事にしたからなんですよ。もちろん初めはなんで伸びないんだっていうふうに思ってたけど、でもその中で、でもこれを今、じゃあ10人の人が見てくれてるんだ、この10人の人たちを全力で笑顔にするにはどうしたらいいんだろうとか、この10人たちがすごい笑顔になってるところをイメージしながら撮ろうみたいな。でそうやってイメージしてたし、これが1000人になったらもっといろんな人に届く、1万人になったらもっといろんな人に届くっていう風なイメージを持っていたんですね。だからそうやって、続けることができたわけです。脳はそれを現実化しようとして動いてくれたわけです。そのために、あ、こうしたら伸びるんじゃないっていうアイデアをもらえたりとか、あ、こうしたら伸びるんじゃないっていう知識を取り入れようとするやる気をもらえたりとか、脳がその方向に動き始めたんですね。だからそんなに苦じゃなくなってしまったわけです。そうやって人間の脳っていうのはですね、それを楽しいいいイメージとつなげていると、
頑張れる、動き出せるということなんですね。だからそういう風な感じで、自分の意識っていうものを動かしていってもらえたらなという風に思っております。そういう風な感じでですね、今回もコメント読んでいこうかなという風に思うんですけども、非常に体力の限界につき一人だけ一人のコメントだけ読もうかなという風に思っております。では、コメントを探していきましょう。さてさて、はい、マリリンさんからのコメントですね、こちらを本日は題材にさせていただきたいなという風に思います。相手の嫌がることをついしがちですよね。私の場合は特に自分の親が話のキャッチボールの下手な人で、そんなところは私にもあってイラッとしたりして、思考の癖なのか自分嫌いなのは、相手を思いやる心が欠けていたのかもしれません。セイラーさんの真似をして言動をメモすることで見つめ直すきっかけができたらと思い、メモを取る習慣を取り入れます。ありがとうございました、ということでコメントをいただきました。ありがとうございます。自分の親が話のキャッチボールの下手な人で、そんなところが私にもあってイラッとすると。まあ、よくね、自分の、短所っていうのは人に見えるよねっていうことを言いますけど、まあ、これは心理学的にも証明されてて、まあね、そういうことを言ってくれてるわけなんですけど、もう非常にね、これをただ受け取れるっていうだけで素晴らしいなっていうふうに思うんですよね。自分の短所とかってなかなか自分では受け取れないから、だから、確かにね、自分がイラッてする人の要素っていうのは自分を持ってるわけなんだけども、でもそれを受け入れられない、いや自分ではそんなところないと思ってしまう。でも絶対そうに反応してしまう自分がいるということは、そこに対して何かのマイナスな感情っていうものが持っているわけですよね。だから先ほどの扁桃核の話で言うのであれば、自分が今までにそれによって傷つけられたとか、自分の中に地雷がある場合が多いんですよ。そういう風に見た瞬間に苦手だって思ってしまってとか、嫌いだって思ってしまうのは、過去の今までのデータの中にそういった人たちと関わって悲しかった過去であったりとかね、自分がその時にプラスを選べなかった過去っていうものがあるわけです。だからそういうデータの中から、自分はこういうの苦手だなっていうのを算出しているので、だからまずはそういう人たちをプラスにイメージしていくためにもメモをしていくっていうのが大事になってきますね。そういう人たちのことをなぜ自分は嫌なのか、それを考えた上でどうやったらプラスに見れるんだろう、プラスのところってないんだろうか、この人のいいところって何なんだろうって、そうやって見つけていくだけでもかなりね、相手の見え方っていうのは変わってくると思います。でマリリンさんのコメントの下にマリリンさんが自分で返信っていうかなんかしてくれてるんですけど、今さっき LINE のあざとい人たらし術を拝読して涙が、何度も読み返します、感謝いたします、皆さんコロナウイルス気をつけましょうねということで、コメントをいただいていました。早速ね、読んでいただいたんですね。新しく、書き直した僕のね、電子書籍なんですけども、50ページ近くあったからすごいな、あれ読んだんですね全部ね、素晴らしいやる気と行動力だなというふうに思いますけども、それで涙を押していただいたということでね、まあそこには僕のね、今までの葛藤のストーリーであったりとか、そういったものも書いているし、でその中でね、こうして、まあ人からね、応援されたりだとか、いろんな方々がね、僕の話を聞いてくれるようになったりだとか、まあね、何か手伝いますよっていうふうに周りが言ってくれたりとか、こうしてね、人生が浮くような場所に引っ越すきっかけをくれるような方々が現れたりとか、その中で僕が意識していたことっていうのを話しているので、本当にね、小さな何かを変えるんじゃなくて、もう大きな力に乗っかっていこうよということをお話していますね。だから、例えば、この地球上で一番力を発揮しようと思ったら、原理原則に従うことですよね。重力に従った方が確実に力出てるじゃないですか。上向いて何か押し上げようとするよりも、下に何かを投げる方が絶対威力って増しますよね。こういうふうに大きな力を利用すれば、人の力って倍増できるんですよ。で、その大きな力を動かす方法っていうのがあまりにも語られていないんですけども、それを使うだけで、本当に大きな成果っていうのが現れてきます。YouTube で言ったら簡単に登録者1万人とか、まあ少なくとも1000人とかね、必ず行くし、で他にも、最近成功してる方々であったりとか、いろんな人からね、ファンとして見られているような人、ファンとしてじゃないか、ファンがたくさんできる人っていうのは、確実にこの方法を使ってるんですよね。だから、まあ、ぜひね、取り入れてほしいなっていう風な、そういった人たらし術になっているので、まあ、全然人たらしといってもね、なんていうのかな、すごいずる賢いようなことをしてるとかっていうのではないんですよ。一応、あざとい人たらしっていう風には表現してるんですけど、その定義っていうのはね、まあ、詳しくは電子書籍で書いてますけど、計算しながら、自分が本当に好かれるということを、理解しながら努力していくことが大事だよねと、その中でそれが自然体できたらよりいいよねっていう話をしているので、まあなのでぜひね、読んで、実践してみてもらえたらなというふうに思っています。あとコロナウイルス気をつけましょうねということでね、書いてくれてます。僕結構ニュースとかテレビとか全く見ないので、コロナウイルスがどんなものなのかっていうのはあんまり実感はなかったんですけど、最近ね、いろんなイベントが中止になったりとか、他にもなんか小中、まあ、休校でしたっけ、小中高休校か、なんかそんな話とかもね、こう、回ってきたので、話が回ってきて、あ、そんなにすごいことになってんだな、みたいなことを、今最近やっと知ったというね。
で僕は絶対にこれはコロナウイルスではないと自分で思い切っているので、うん、大丈夫だと思ってるんですけど、うん、まあね、みんなで気をつけていけたらなというふうに思っております。というふうな感じでですね、今回もあまりちょっとね元気がなかったのかもしれないですけど、振り絞って、頑張らせていただきました。でまたね、明日も明後日もこうして元気じゃなかったけど、明日からはよりね元気に収録していきたいなというふうに思っていますので、よかったらコメントとか、していただけるとすごく嬉しいです。明日は全て読ませていただきます。でね、毎日こんな感じで動画もアップしますので、よかったらチャンネル登録とかも、グッドボタンとかもよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、ありがとうございました。